まずはじめに新ごぼうです。新ごぼうは太めのささがきにしていきます。このように約2分の1本分ささがきにしていきましょう。ささがきにしたらさっと水で洗って水気を切っておきます。続いてアスパラです。下の硬い部分をピーラーで削いだら、だいたい1センチ幅ぐらいの小口切りにしていきます。ベーコンも1センチ角ぐらいに切っておきます。生姜は千切りにしていきます。フライパンにサラダ油を温めたら、生姜を加えて軽く炒めていきます。香りが出たら水気を切ったごぼう、そしてベーコンも加えていきます。ここで少しごぼうに透明感が出るまでよく炒めていきましょう。そしてアスパラガスも加えて軽く炒めます。アスパラに油が回ったら、ここで軽く塩コショウをして下味をつけておきましょう。アスパラとごぼうにしっかりと火が通ったら、火を止めて温かいご飯に加えていきます。ここで分量の醤油、そしてバターを加えて全体を混ぜ合わせていきます。ここが今日のポイントです。バターを後で加えることで、少量でも風味が際立ってきます。よく混ざったら器に盛り付けていきましょう。仕上げに黒胡椒を振ってお召し上がりください。アスパラやごぼうの食感が楽しめる洋風混ぜご飯です。バターの風味がアクセントになり、食欲をそそります。